平野会長に続きまして、私、東京高円寺青空振興協会の理事をしております杉谷でございます。鈍重幕がございませんので、その蓮の出入りの時に青鳥にまつわる話をさせていただければと思っています。楽しい舞台にしたいと思います。皆さんのご協力をぜひお願いします。よろしくどうぞお願いします。青鳥はもともと盆踊り、精霊踊りでございます。まあ、よく、徳島ね、400年の歴史で、葛飾公が築城の折にお祝いとして始まったという、まあ、そういう説もございますけれども、実際には精霊踊り、盆踊りでございます。で、町内のそういう神社仏閣の境内で踊っていたの。それを今度移動するたびにですね、じゃあその途中もみんな踊っちゃいっていうんで、そして流し踊りを始めたというふうな、そしてそれが進化してですね、こういった今日ご覧いただいております舞台、そして照明などが入ったこういったのに阿波踊りが進化したことでしたわけでございます。次にご登場いただきますのは和楽連でございます。1976年昭和51年の連結成でございますので、もうベテランの域でございます。ではご覧いただきましょう。和楽連の熱演でございます。どうぞ。
Thank you.
ワラクレンでございました。